さて、それではとりあえず見晴らし台を目指しましょう。ここら辺本当にね、もみじ全くないですからね。見晴らし言いづらいね。見晴らし台から見るもみじはすごいっていう話なんで、まあどんなもんか行ってみましょう。こっちのルートから行くと本当にね、下界の景色が見事ですよね。いやー、本当素晴らしいです。上りと下りでは全然使うカロリー違いますね。もうしばらく降りてんですがね、上り区間だったらね、これ勾配もう簡単にね、体温まっててね、ほてってしょうがないんですがね、ちょっとねまだ全然温まんないんですよね。まあ、それだけ本当に下りっていうのは楽なんですね。っていうかね、道がここ優しいですからね。これがね、表参道のね、瓦礫の道をね歩いてるとね、もう一発で暖かくなるんですが、ちょっとあっちはもう嫌って感じなんですよ。最初に来た時もうデータ消えちゃった回なんですがね、あっち歩いてね、もううんざりでしたからね。まだ600メートルしか来てないんですね。見晴らし台まであと 1.6 キロ。まあこういった感じの下りならまあすぐ着いちゃいますよ。あれ、あっちの縦札 1.6 だったのにこっちは 1.8 って書いてありますね。なんとまあいい加減な方向は合ってるんで迷わなきゃ大丈夫です。ずっと延々と出来のいい階段を下ってます。もう極楽ですね。これ逆にすると地獄もいいとこですよね。こっちの見晴らし台ルートから上がって、で表参道で下るって、いやーもう何の修行かって感じですよ。ちょっとここはでもきつすぎますね。なんか鎖場にしてほしいような、まあそこまでする必要ないか、なんとか降りれますね。いやこれは大変だ。よいしょ、はい、つか、はあ、この葉っぱが散った時私も死ぬの、なんかそんな小説ありましたね。こうやって道がいいのはありがたいんですがね、なんかだんだんと飽きてきますね。ちょっとアトラクション的になんかピリッと一味欲しいとこですね。まあそんなことを言わなくてもね、そのうち出てくるんですよ、この道は。今んとこちょっと荒れた区間を通ってますがね、晴れてればっていうか、まあ雨が降ってなきゃまあ大したことはないですね。本当にね、霧の中雨の中だったからね、えらいしんどく感じましたけどね。まあ降ってないからどうってことはないんですがね。ただ寒さっていうのはありますね。前回は確か9月でしたっけね。だからあんな霧やね、こう雨の中でも寒くなくて逆に心地よいくらいだったんですよね。ただもうこの季節でね、もしそんな状況になったらね、ちょっと非常にまずいですね。なんか前方で渋滞してますね。やっぱり鎖場での渋滞でしたね。ここをまず1箇所あるんですよね。ここはとにかく通過しましょう。よいしょ。いや本当にね、難所ですよここは。よいしょ、よいしょ、抜けました。いや下から見るとえらく感じますね。であと1箇所あるんですよね。本当にこれはどっかの国道の落ちたら死ぬに匹敵する看板ですよね。こっちの鎖場の方がちょっと危ないですね。もしうっかりして右行ったら、痛いでしょうね。ここは本当に要注意です。注意していかないと。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よ、はい、抜けました。で下から見ると、まあ下から見るとそんなんではないですね。ここはね、降りるときは大変でしたが、まああとはね、ちょっと荒れた道がしばらくの間続くだけだと思います。少なくとも鎖場はもうありません。山頂付近の分岐のところなんかありましたよね、縦札が。あと2キロほどってあったんですかね。なんか
長く感じますね。体感的にはなんかもうそれくらいは歩いてる気がするんですよ。なんか本当に長く感じ、いや実際あの距離合ってんですかね。やっと立て札が出てきました。ってことはもう着く。でもなまだまだある感じだね。あでもなんか徐々に赤っぽいのが見えてきましたよ。さっきまで枯れ木ばっかりでね何もなかったのがだんだんと色づき始めましたね。これはなんか期待できそうですよ。このテーブルベンチは見覚えがあります。これをもうちょっと行けば見晴らし台着きましたって言ってもなんかねえ、もっともみじで真っ赤な感じを期待してたんですが、いや全然真っ赤なもみじが見当たりませんね。眺めを見てみますかね。あやっぱりこの山頂の方雲の中にありますね。もうあれなんか霧の中もうガスってんですけどね、登山用も入ってますね。本当にここすぐに雲かかっちゃいますからね。いやちょっと期待外れでしたね。まあ確かにね彩りはあるんですがね、全然赤くないですね。なんだかな。まあ登山自体は面白くていいんですけどね、ちょっと残念ですね。こういう感じを期待していたんですがね、まあこれいわゆる写真のマジックってやつですね。どんどん人が増えてきますね。いやーすごいですね。ちょっとした遊園地並みですね。もうこれじゃあここでのんびり落ち着くっていう気分にもなれませんでね、もうとっとと降りましょう。もうこう俗っぽくちゃねもう山の美味しさっていうのもないですね。なんかもみじもなかったし、なんか今日は期待外れでしたね。まあ、この先ね、阿夫利神社の方に行けばまたなんかあるといいんですがね。普通山道にはこういう柵はついてないんですがね、さっきの見晴らし台からの区間こういう風にビシッとねついてるんで安心して歩くことができます。やっとねいい感じの紅葉が手に入りました。やっぱりこういう風に局所的にあるんですかね。もう山全体が真っ赤っていう、まあ、そういうわけにもなかなかいかんみたいですね。なんか疲れちゃいましたね。見晴らし台まで行けばねもう真っ赤な感じが楽しめると思ってたんですよ。でも行ってみたら全然でしたからね。もうもみじのもの字もないって感じでしたよ。これなら本当に高尾山の方が良かったのかもしれませんね。いやーいいねこれは。ちゃんと赤色もあります。さすがにこの川というか滝は枯れてないようですね。ちょっと反対側も見てみましょう。やはりここの橋が一番のクライマックスって感じですかね。せっかく山に来たのに人が多くて話し声がガンガン響くと本当疲れますね。それもね普段街にいるような人とすれ違いますからね余計疲れますね。いや
なかなかこういうシーズンは来るもんじゃないのかもしれませんな、私はね。これは緑とオレンジのグラデーション、だんだんと染まっていくんですね。さっきの滝を過ぎるともうこの道もほとんど終わりです。この上にもうなんか人工物見えますからね。茶店かなんかでしょう、阿夫利神社の。もうこれコンクリートもなんかそれの水の施設かなんかですからね。いや、いい道なんですがね、終わりは早いですね。この石段を上がっていくと阿夫利神社の脇の確か茶店に出ます。とりあえずこっちを行きましょう。いや、着きました、阿夫利神社の下に着きました。まだやっぱりここも赤くなってるのは一部ですね。やっぱりまだ早かったんですね。いや、人だらけですね。いや、なんかこれだとね、本当に浅草寺だのね、そういったところ、そんな感じしますね。ちょっとこれじゃあ俗っぽすぎますな。まあ、ちょっとここ上がってみましょう。おお、これはこれでまあいい感じなんですがね。まあ曇ってはいますがね、霧はかかってないんでちゃんと見えますね。お、お社が見えてきました。いや、これじゃまるで初詣ですね。いや、実際初詣だったらもっと混雑してるのかもしれません。初詣来たことわかんないんですがね。でもそれに匹敵する混雑ですよ、こりゃ。いや、人だらけです。いや、これじゃ本当にね、明治神宮だか本当に大釈天だか、そんな感じですね。こっから江ノ島とか見えるっていうんですが、今日下界は晴れてるんでひょっとしたら見えるかもしれませんね。こっから江ノ島が見えるっていう話なんですが、どれでしょうね。あ、これ江ノ島ですね。見えますね。いやー、お見事お見事。やっぱここ相当高い位置にあるんですね、相模湾で。こう見るとこっちがまあ藤沢の方ってなりますね。秋が来ちゃった、残念。いやー、よく見えるもんです。このね、晴れはこっちまで来てくれればよかったんですがね。いやー、うまくいかないもんですね。まあ、空気は乾いてるんでね、まあ助かるんですが、霧がかかってないとこの阿夫利神社結構派手ですね。黒と赤と金でバックに緑ですからね。まあいいコントラストになっております。で、今日はもみじ汁っていうのを売ってるんですよね。まあ要は豚汁なんですがね、ちょっとね、今日は食ってる時間ないんですよね。それにちょっと昼結構食ったんでね、全然腹減ってないっていうのもありましてね、今日はもう撤収いたします。時間的にね、今ねもう15時9分なんですよ。今日は歩いておりますんで、これだとちょうど下まで行って16時半、ちょうど日没ってことになりますね。ではこれから戻ります。